今日が6月23日です。で、今日はやっていくこととしてはですね、どうしようかな。まあ一応ここ塗装する感じですね。塗装といっても本来ここを床を抜いて、やり直そうかなと思ってるんです。思ってはいたけれども、そんなね、床を張り替えなきゃいけないほど落ちてもいないんですよね。多分値段が効いてなくて危ないかなっていうのはあるけれども、中途半端なんだよね。中途半端な床なのでどうしようかなっていう感じなんだけれども、まあ迷った挙句いやになって、とりあえずまあ何もかんでもやるよりとは落ちてから考えようかなって感じです。まあまずここクレオソートで防腐剤のだけを塗っておきます。なんか水がこぼれたら床が吸っちゃうんですよね。多分ニスとか塗ってないんで。で、ここも、塗ります。びちゃびちゃっと。はい。なので、まあ、あとはこう床打ちつけて、ここもちゃんとやっていきます。断熱材が1枚もなく、かつここ通風口の真上だったんだよね。そりゃクソ寒いよって話なんで、ちょっと壁際の断熱だけを、まあ、頑張ってやっていこうかなって思います。はい、じゃあまずここからペンキ塗っていきますか。まあ一応始まった初っ端なんだけどさ、何があったんだ。床ここで切って床の方向変えてるね。多分ここ絶対建物として違うんだよな、絶対。多分ここ絶対増築だよ。ここら辺以外絶対増築だよ。まあここら辺があって、塀が出る、こんな感じなんだな、満足だな。まあな、まあぼちぼちやってる。はい、以上です。塀が出るとかこんな動画撮ってたっけ。いや、なんか恥ずかしいっていうか、まあ面白いね。まあこれザ俺だよね。でまあ今回はですね、まあぼちぼち洗濯機の移動と、あそこの排水管の移動、あと架橋ポリがぼちぼち取り付けられてくる回になります。でおそらく増改築をした歴史上、おそらくこの台所だけの建物だったような気がします。あとは最悪今までかなって感じですね。なんかね、壁がついてたようなおざねとめざねがね、意外とどこら辺にでもちらほらあるんですよ、この建物。だからまあ解体とかリフォームをしていくと、まあ結構面白いですね。その建物の歴史がわかります。まあその建物の歴史ら辺をここら辺とか最近の動画で喋ってると思うんですよね。多分前回だか前々回で基礎から建物がはみ出してるよとか、この台所は実はもともとなかったところとかいろいろあります。でもともと建物の周りを囲ってある基礎自体が結構不思議で、なんだっけな、つら合わせだっけな、芯合わせだっけな、なんかね、ちょごめん、喋ってる今はちょっと思い出せないんだけど、あれだよね、建物を建てるときに柱の構造材に対してなんか端を合わせるじゃない。窓の差しとかさ、全部その面合わせるのになんとか合わせってあったような気がしました。でそれがね、全部合ってないんだわ、この建物。だからある意味すごいなって思うのは、その床とか解体するとだいたいね 0.5 とか 1.3 とかね、バラバラなわけですよ、全部寸法が。でもその寸法、バラバラの寸法に対して全部バチッと合わせてるってことは、その都度その都度この寸尺剣ではない寸法で立ててるってことなんよな。でそれがすげえって感じます。でまあ動画に戻りますけど、まあ増し張りをする前の床には全部防腐剤、クレオパワーだっけな、それ塗ってます。まあ、一旦ここはもう断熱材で塞いじゃうんで、あと怪しいからですね。今前回買ってきたやつが、これなんすよね。で、これはなんだっけな、架橋ポリじゃなくて PE 管なんですよ。ポリエチレンなんですよね。
波長ポリエチレン P 違うな、なんだっけ、あの塩ビ缶みたいなやつだな、塩ビ缶みたいなやつにつけるからちょっと径が違うんだよね。はい、はい、でこれがね、このさっきのやつのインナーコアってやつなんだけど、これはインナーコアは 13A です。でも 13A なんだけど、この架橋ポリも 13A だけど、これ入んないんよ。なんでかって言ったら、架橋ポリエチレンじゃなくて、あの塩ビ缶の方なんだって、これは 13A のね。だからちょっと径が合わなくても仕方がないわけ。というわけでした。いやー、無駄な金使ったわ。あ、そろそろ車も取りに行かなくちゃいけないから忙しいね。はい、まあ、一応ここ水漏れもなくなってはきているから、まあいいね、まあ漏れてもまあええわ、そっきゃその時だ。はい、ていらんわけで、じゃあ次行きましょうか。はい、まあ、一応これで架橋ポリをつけていきます。まああとは水がちゃんと止まるかどうか最初に見ておきますね。いやー、どうなるかどうかだな。はい、いけ。おー、したい。おー、出てきた出てきた。オッケーオッケーオッケー。あ、しべたいしべたい。で、止まってるね、ちゃんと。じゃあ、架橋ポリつけていきましょうか。はい。まあ、一応ここ水漏れもなくなってはきているから、まあいいね。まあ漏れててもまあ、ええわ。じゃあその時だ。はい、ティーランは出てた。次行きましょうか。まあ、ようやくですね、架橋ポリを刺しま、使います。で、これ架橋ポリね、めちゃくちゃに簡単です。刺す時ちょっと力いるんですけど、まあ一度ぶっ刺しちゃえばもう抜けない構造なんで簡単ですね。で、まあ多分将来的に変える気がするんですよ、配管の位置を。なんで、あれ、抜き方ってどうなのかなっていうのが今はあります。でもまあそんなところまで考えてらんないんで、まあ、前に進むしかないですね。で、ここの脱衣所の問題として、壁に打ち付けてある杉の板ですね。杉の板は、もう断熱材なしにダイレクトに外です。床下の空気がブワーって上がってくるから、多分じゃなくて絶対冬場、くっそ寒いんですよ、絶対、この脱衣所。風邪ひくレベルでくっそ寒いですよ。で、しかも動画の中央の上部ですね、あそこに映ってる窓も木製の窓で、結構立て付け悪くて、まあいい風入ってきますよ。ほぼ外気温が入ってくるんで、まあこれまたくそ寒いなと。まあこれ風邪ひくのを避けられない、この脱衣所を、まあ、脱衣所の気密性をどうするかですよね。で、今、まあ、20窓作りたいんだけれども、まあ、20窓も来年ですね。まあ、今年はプレオープンでフルオープンしません。で、まあ、何度も言ってるように、この脱衣所のところですね、さっきヒーターがあったところに水道管が何本かあって、そこの水道管がですね、不当振動が出てないものになります。なので、ここが毎年毎回凍るっていう話ですね。毎年毎回毎日凍るっていう話ですね、冬は。だから、これどうすっからって話なんですよ。今、塞いじゃったんですけど、塞ぐ前に盛り土して不当振動が出るのかっていうのを試せばよかったかなって感じです。雨が降るたんび洪水、この下してるんで、浸食をされてて、結構土持っても無駄だろうなって持ってないんですよね。でもまあ、今、ちょっと改善しつつあるんで、それ治っちゃったっすね。
だから今、来年あたりまた床全部開けて、バーベキュー済みとか湿度調整剤、持ち込んでみようかなっていう感じです。はい。まあ、こんな感じで今年はプレオープンをしてます。まあ、予定は10月20日までの予定で、まあ、内覧、まあ、入居って言っても1ヶ月できないもんな。なんで、どしどし、ツイッターからのメール待ってます。